知恵袋でこちらのご質問を見つけたんですけども、入門書どういうのがいいかっていうね、これは難しい、初心者でも分かりやすい教材あれば、そこは難しいね、まず私のお答えといたしましては、書籍をですね、読まないですね。なもんですから、どういう本があるのかも知らない。どれが分かりやすいのかも知らないです。C++ 専門でずっと何十年もプログラムを作っているわけなんですけれどもね、そういう経験の中から申し上げますと、あまりこれはそんなに心配しなくていいんじゃないでしょうか。まずその一冊、今何これを勉強してるっていうことかな。あ、そうね、学校で使ってるとっていうことであれば、もうまずこのね、この書籍、この教科書というものを信じて、大体信じていいんだと思いますよ。ちゃんと出版されてね、売られてるわけですから、そのウェブサイトあたりの信頼度よりはやっぱり一段上だと思いますよ。ウェブサイトは玉石混交ですからね、めちゃくちゃなものもあるでしょう。それはちゃんとしたものもあるでしょうしね、書籍はそんなにデタラメだとね、それは出版できないんじゃないかなと思いますので、やっぱりちゃんとね、書籍として、売られてるわけですから、一定の信頼を置いて信じて、一通り取り組むと。そうすると C++ ね、これね、もうはっきり申し上げます、一番難しい言語です。簡単にしようとしてない。他の言語は簡単にしようとしてるんですよ。 C++ じゃ難しすぎてもうダメだこりゃっていうことで、 Java にしろ C# にしろね、できてる。 Java C# でさえ難しいと言われてるわけで、さらにじゃあもっと簡単な言語を作ろうってことでね、簡単な言語っていうのは、簡単なっていうのは、その簡単にプログラムが作れる言語というものはいろいろ考案されてるわけです。しかしね、 C++ は簡単にしようとはしてないから、ちゃんと分かってる人がこれすごく使いやすいねと思うような言語を用意している。簡単にしようとは全くやってないというふうに思いますよ。まあ事実としまして、前より難しくなってますね。2011年に非常にこの大規模な改定が行われました。 C++11 というふうにもう名前までついてるわけだけど、 C++11 は前よりも難しくなっています、間違いなく。そして C++ をやるってことは C++11 をやるってことです。つまり難しいものをやらねばならない。その前のやり方をやってたらもうダメですね。仕事としても、お話にならないと言うべきだと思いますよ。私の個人的意見としまして。そんなわけですんでね。難しいの、これ。ね。ですから、初めてということもあって、ついていくのがやっとと思う気持ちね、よくわかりますよ。難しいの、本当に。初めてじゃなくても難しいんだもん。ね。初めてで C++ ということですから、それは大変でしょう。だけど大変なのがもう当たり前なんだと思って、そんな中でもね、できるだけ身につけようということで頑張っていくといいんじゃないでしょうか。なんせね、 C++ だものね。それと学校で勉強なさってるということで、この本当にね、 C++ を完全にこの習得をして、C++ プログラマーを養成しようということではないと思う。
想像なんですけれども違うと思う。もうちょっとその幅広い視野に立ってですね、いろんな言語がありますから、 C++ っていうのはこういう言語なんだよっていうのを、まあ、見ていただく。 C++ に完全にね、もうなんていうか没入してね、 C++ しかないっていうね、そういうふうな C++ 専門プログラマーを作ろうとしてるのではないと思うんですよ。だから一部そうなる人もいるかもしれない。ですけれども、まずそのどんな言語なのかっていうので、ね、ざっと見てもらうということかなと思いますよ。ですのでね、難しいのは難しいんだけども、とにかくその学校で教えてる内容をね、受け止めていくと。でそれ以上難しいところは、それはご興味があればね、各自がやるといいと思うんですけども、まずその教えてる内容をしっかり受け止めるということで取り組んでいく。でその中でね、あとこれね、一ついいことがありましてね、 C++ ってむちゃくちゃ難しいんですよ。なので C++ が分かると Java とか C シャープとか、何これって嘘ですかみたいな、冗談かなんかですかみたいな、むちゃくちゃ簡単、こんなに気軽にプログラム作っちゃっていいんですかっていうぐらい楽、だから C++ で大変なね、もうついていくのがもうやっとだと、ね、そういうところでね頑張っておくとあとは楽ですよ。だって簡単、C++ は難しいですよ。むちゃくちゃ難しい。だ他に比べて難しいんだから、その他の言語やったら、あら？なんかすごく余裕出てきちゃったっていうふうになると思いますよ。いや、だってそのために用意されてるんですよ。Java も C シャープも。ああ、なんか余裕出てきたんで、素晴らしいプログラム作ろうっていう、そういうアプリケーションの、仕様をですね、じっくり考えて、それで素晴らしいプログラムを作る、それができる、そうするために用意されているのが C シャープ、Java、その他、C++ はそうではありません。難しいものはもう難しい、もっと難しくしちゃうと。難しいけど、すんごいプログラムできちゃうよっていう言語だから。まあだから何ですか、マイクロソフトオフィス、ワードとかエクセルとか、そりゃ C++ でしょ。他の言語で作るってちょっと、ってなっちゃうんじゃないですか。いろんなブラウザー、クロームにしろ、エッジにしろ、いや、それは C++ でしょ。で、Windows の OS の中身とかね、まあ当たり前です。C++ ですよ。それからね、知恵袋でよく C 言語のご質問を頂戴しますからね、C 言語のプログラムを作るんです。あ、仕事では作りませんよ。知恵袋の お答えの時に C 言語をやります。それでね、C 言語の関数を呼ぶと、関数の内部に入りますと、まあ、デバッグで入っていけるわけです。関数の中にね。いや、そしたら、C++ なんですね、最近はね。10年か20年とか前だと C 言語の関数は C 言語でしたよ。だから FOpen、MROCK、そういういろんなね、C 言語の標準関数、昔は C 言語でできてました。まあ一部は機械語でしょうけど。いや、今は C++ 使われちゃってんだもん。ね。そういう言語なんです、C++ は。まあそういうわけですから、 C++ をやるということは、あ、なんかむちゃくちゃ大変なんだな、そういう言語なんだなっていうのをまず念頭に置いていただいて、でちょっとでも分かったらもう嬉しいというふうに思っていただいた方がいいと思います。そして全部分かりきらなくても大丈夫です。 Java や C シャープに取り組んだ時に、あ、なんかすごく簡単になっちゃってんな、これだったらできるかもって思うかもしれない。入門が楽でしょうね、他の言語やるときね。 C++ が本当に自分にピタッとハマったなと思ったら、そしたらね C++ おやりになると
いいと思います。将来的にね、何年かはかかると思いますよ。3年では足りないでしょ、実務経験としてね。3年でちゃんとした C++ プログラマーになれるとは思えません。もっとかかるでしょう。いや、だけど別にやらなくてもいいんですよ。だから Java でも C# でもいいんです。Java、C# であればすぐ仕事できると思いますよ。かなり短期間で、身につくんじゃないでしょうかね。そういうわけですんで、C++ はもう最初から難しいんだ、当たり前なんだっていうふうに思っていただいて、ね。で、少しでも身につけようと。そして身についたら、それは他の言語に使える。そして他の言語は C++ から見たらむちゃくちゃ簡単。だからこそ、アプリケーションのことを考えることができる。C++ の場合は、アプリケーションのことって、じゃあそんなには考えないよね。そういう部分のプログラム作ってくれって言われないから。じゃあそんなとこ C++ でやる必要ないでしょ。っていうのが業界の実態であろうと思いますよ。私は C++ だけをやってますからね。何十年もね。そういうアプリケーション的なところ、仕様書があってこの通り、この場合こうするとかね、そういうものを誰かが設計したようなものをね、いや、そんなの C++ でやるわけないでしょ。っていうのが、私の印象としてはあります。そこちょっと他の言語と違うと思うんですね。なので、ちょっとね、なんか違う話ばっかりしてたか。大変失礼しました。これね、C 言語、どうなのかと。C 言語やっといた方がいいのかと。これはね、C++ を本当にやるのであれば、もう欠かせません。軽くではないです。うん、そうそう。完全理解。もう C 言語は完全に理解して卒業。ってなってから C++ に入ろうかなっていうのが、本当に C++ をやる場合に、もう必須でしょ。でもね、そうしちゃうと時間がかかっちゃいますね。いや、それだけで半年、1年、あるいは2年かかっちゃう。いつまでもその C++ に入れないと。それまた辛いでしょう。ね。あえて C 言語をやらなくても C++ の書庫の中に入っちゃってる。この教科書にもどうでしょう、入ってるんじゃないですか。詳しくは分かりませんが、 C++ に C 言語をきちっともう卒業しちゃった人が入門する場合の教科書と、いや何も知らないですけど C++ やりたいですっていう人が入門する教科書と2種類あるんじゃないですか。で、どうやら C 言語卒業した人が入る C++ 入門書ってそんなに実はないのかもしれないね。案外ね、あるいはいらないのかもしれない。 C 言語も卒業しましたっていう人が C++ 入るときに、果たして教科書っているのかなって、ちょっと別にいらないかもっていう気もしております。あってもいいと思いますけど、そんなわけですんで、今とにかく学校で C++ の勉強を始まったということからしまして、まあ、あえてね、C 言語に入んなくてもいいかもしれない。入んなくていいというか、もう入っちゃってる。習う中に C 言語が入ってる。っていうことになると思いますよ。知恵袋のご質問を見る限りは。全然 C++ のご質問がない。もうほとんどが C 言語のレベルです。C++ の要素が入ったとしても、ご質問の本質としては C 言語。というのが、そう言っちゃうともう9割5分以上じゃないでしょうか。もうほとんどそうなんですね。っていうことは C++ の学習の中で C 言語がもう入っちゃってる。だからあえて C 言語、例えば C 言語の教科書を買うとか、そういうふうに別にしなくてもいいじゃないですかね。ちょっとそのように思います。まあいずれにしろ勉強頑張ってくださいよ、本当にね。学生の時に勉強頑張って、 C 言語、 C++ その他いろんな言語のね力を身につければ将来は明るいでしょ、そりゃね。そう思いますんで、
ぜひ、C++ 学校のこの勉強、ね、頑張ってください。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。